はい、お昼ご飯です。お昼ご飯です何しようかね。これなんかね、鶏があるね。鶏ちょっと使っちゃいましょうか。鶏でミートソースっていうのもね、結構多いんですよ。鶏でミートソース。それとなんだっけ、さっきこれをあげようって言ってたんだよね。こののね、もうなってきたから、これも唐揚げしちゃおうか。お昼だよ、お昼。お昼を食べるべ、これもいいね。よし、じゃあ唐揚げと、鶏ミートソースに、あとパイコがあるんで、パイコも焼いちゃおうかね。それでいいかな。これもちょっと入れてやるといいですよね、ミートソースの中ね。カビ生えてないよな。これカビ生えるんだよね、結構。ミートソースに、実はこれが残ってたんですよ、これが。セロリ。もう腐っとるよ。これ食べなきゃ。なんで、セロリを食べちゃいましょう。それから、人参をね、やっつけましょう。人参に、あと、紫玉ねぎが、これもうなんか、少ないから食べちゃうね。普通の玉ねぎも人参食べて、ね。あとはニンニクどっさりだろ。こんなとこか。キノコがあるよ、これ。これはなんか使えばいいんですよ。はい、ということで、夜じゃねえや、昼だよ、昼。昼はこれ。おっぱ、やっぱ、ちょっと朝の残りが出てますな。味噌汁がちょっと残ってますけどね。どうやって飯を、三食食うかっていうのは結構大変。それ炭水化物を使えば楽よ。ものすごく。こんなん別に炭水化物使えばさ、すぐお腹いっぱいになるんだからさ、それでもういいわけだからね。それは、やっちゃうと僕は、血糖値ドガンって上がるんですよ。正直血糖値が上がってもそんな関係ねえよって言っても、やっぱそれはさ、気持ちが悪いからね。気持ち悪い。これね、パイコ。パイコを塩振って、塩醤油で味付けしといて、後で網焼きするのが一番美味しいでしょうね。このね、パイコ。パイコ兼。いたね、それ作家ね。大好きでしたね。なんか、娘さんがいましたよね。どういうの結婚してたんだろう。この油がすごいね、パイコもね。パイコも、あ、やってみようか。豚の、あれと同じだもんね、パイコってね、考えてみればね。なんだっけ、角煮と一緒の調理方法できるかな。やってみるか、全部やるの。でも全部やって美味しくなかったら、ちょっと問題だよね。でも、全部やってもいいかもね。ちょうどセロリもあるしね。セロリをなんとかしたいっていうのが今日の第一でしたね。これ見てみるともうダメなセロリがいっぱいあるから、セロリとネギで、沸騰しないお湯で1時間ね。もうこれほら端っこ、これ腐ってるから、これダメで、腐ってるのかな、腐ってるっていうかね、もう、悪くなっちゃった。いや、そういうことでしょ、腐ってるってね。これもダメ、この辺ダメ。水っぽいところでね、行くとこれぐらい使っちゃって、一緒に見ようか、コトコトとね。で、これはもうダメだから捨てちゃいましょう。あんまり辛くない。あっちはミートソース、こっちミートソースに使う。で、これをこいつと一緒にね、やっつけちゃえばいいですかね。ネギかな、じゃあネギ、ネギネギネギ、このネギネギと一緒でいいの。それで電磁調理器で1時間煮立てないで弱くコトコトとやって、で冷えたところで今度はそれをこう取りますからね。パイコは初めてだね、こうやってなんだっけ、あれにするのね、なんだっけ、
忘れたよ。確認するの、確認。水から沸騰させないで煮るというのはコツですからね、これは。塩がちょっと入ってた方が美味しいでしょうね。ちょっとじゃないね、これ。でもこのぐらいだと、あのしょっぱみがちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、ここにこれをね、落としてあげて、このまんま、じゃあ参りましょうか。沸騰せんようにな。じゃあ、パイコーの、パイコー確認だね。ちょっとまず沸騰するまではこっちガスでいくか。ガラガラっと沸騰したらね、あれだと、なんて言うんだろう、すごい楽ですよね、そういう意味で。電子調理器もね。これはちょっとじゃあこの辺を使ってやりますか。もう大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。セロリはあとこれこうやってね、豚のブロックでの確認はねよくやるけど、ソースでしょ。セロリに玉ねぎ。ミートソースって思っても、あ、パスタ入れないで食べるからね。キャベツが入ったりもしますけどね。薄い感じの味にしようか。薄い感じ、1個でいいかな。1個でいいことしようか。カレー粉とか入っても美味しいよね、ミートソース。ほのかにね、隠し味で、ね、入るところでいいですね。やっぱ、映ってるかな。うん、なんかいいね、こんな感じね。こっち側をゆっくりやるのね。そうするとじっくりと細かく切れてくる。慌てないね。それも根の方はみんなくっついてるから、ここはこういうふうに切らなきゃね。でその後にもう一回切る。このぐらいでしょうね。見とくの。あれ？あ、ここにあった。これは紫玉ねぎね。これもなんか買ってきてあるやつですけどね。最初やった時にどうしても指切るの嫌だから残っちゃいますからね。ちょっとこれは面白みが出るから、ちょっと大きでん切って、大きでん切るとうまそうだの。はい、OK。 あー、すごい香りが。鶏のミートソースっていうかね、鶏の、要するにこの鶏のあれになりますね。あれなんだっけ、トマト煮みたいな感じですね。鶏もね結構難しいですよね。鶏もどうやって切っていいかな。まあガスもね、火の口がやられちゃったからね。まあこれ鶏肉がちょちょりって炒まったところで、この香味野菜入れて、またちょちょりって炒まったところでトマト缶と、あの
少し入れて、でスープにしちゃうって感じになりますね。で、あっちは1時間カタカタやったところでおしまいってこと。これもな、なんかもうなんか悪くなってるから、さよな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 ら、っていう話ですね。これでいいか。じゃあちょっとこの間、まずあっちがやる前にここに塩を振って塩に胡椒、本当にこの塩胡椒を取り、あとニンニクね、そのぐらいでもう本当に大丈夫。ニンニク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 ポポーポポーポポー、このね、ここまでがニンニク肉肉になりますね。それでこう集まったところでポッポーですよねな、ポッポーだろ今で、ポッポーポッポー、生命をね、どうやってその持ってくるか。ニンニクのエキスがいいわけじゃなくて、ニンニクのエキスっていうのは単なるその代謝の最終形なんだよね。最終形っていうか、代謝の中で一番人間が抽出しやすい形のものだっていうふうに僕は考えてるんで、つまりこの中にはいろんなものがあって、ビタミン E が入ってますよ、何入ってますよっていうふうに言うけど、そこに至るまでにはかなりのステップが必要なんだよね。ニンニクの中でしか発生し、ニンニクの中でしか行われないかなりの多くのステップがあるわけですね。それが代謝ですからね。じゃあその代謝っていうのを最終的な生産物だけあればいいのかっていうのが次の問題ですよね。お医者さんとか研究者っていうのは最終的な生産物が全て重要なんだよって言ってるけど、私たちは従来こういったものを素材から食べてた時には何が起こってたかっていうと、その代謝物すべてを手に入れてるわけですよね、食べるとね。だしょ、はい、じゃあ片言見えてきましたので、ここからもうあとは弱火しますけれども、こっち側でやった方がもうこれから先は楽なんで、よいしょ、ポッポーだね。もうちょい中火でいきますかね。はい、1時間入りましたね。1時間これ入りました。で、こっち側は弱火ですから、まずこれをいきましょうかね、弱火でね。あ、大変なこと発見。ほら、あれ前のおしっこあんな野郎、俺を罠にかけようとしましたよね。絶対そうだよね。俺があれにこう引っかかると思ってんだよな。お前のおしっこの罠などには引っかからんよね。これすぐ拭かないと染み込みますんで。たまにおしっこか、その俺がなんか失敗してこぼし、水をこぼしたのか分かんないことってありますけどね。しかし、すごいね。なんか食器のとこにおしっこ拭いたのがこうやって洗うのってなんか汚げだよね。もうけど全然、自分のところの犬は汚いと思わないっていうのはあれだよね。それはそうだよね。はい、あ、そうですね。今もう温めてた。はい、これですね。これね。これを置きましょう。パヤッパー。はい、じゃあこれが入りまして、この状態からね、ニンニクは一緒ね。ニンニクは一番組織が辛いっていうか、硬く組織できてるから、高温で外から破らなきゃいけないけど、あんまり高温だと、なんだっけ、焦げちゃうんで、油でクツクツとね、煮るような感じがしないといけないですね。
鶏肉なんかはね、こうやってあの、なんか、いろんなことで使った余り物とかあるから、それはもう、トマト缶で煮るのが美味しいかもね。何がいいかってのはちょっと難しいと思うんだけどね。一番弱火になってますからね。入った瞬間はジューって音するけど、その後は弱火だから。じっくり鶏の油を出していくんですね。あ、でもバルサミコ酢とかも入れた方が面白いじゃないですか。でも冒険すると怒られるんだよね。ほらまずいぞ、ほら怒りはしないけどね。ただ食わないだけだからね。それが一番いいんですね。口に合わなかったら食わなきゃいいんですから。それは忘れないことだよね。これは味がダメですね、とかなんか、評論家みたいなこと言うともう、ぶち切れますよね。じゃがじゃが、割れ、自分で作れや、みたいな感じ。もうやっぱテレビのグルメ番組が悪いと思うよ、あのグルメ番組ね。もうみんななんか、ちょっとこれは、これの塩は何を使ってるんですかとか、バカ野郎。日本先輩校舎の塩じゃん。今ないって。昔は先輩校舎が塩を売ってましたからね。勝手に塩を売ると違法だったんだからね。そういう時代があったんだもん。豊かになったものだ。はい、何でもいいですよ。ほんで、こう、もうそろそろ十分いろいろ炒まったねっていう感じになってきますから、ニンニクもね、十分匂いが出てきてますね。そしたら、野菜を入れて、ずっとこう、チーチーといきましょうか。野菜のエキスがね、こう、上手に出てきて、ほんで、ちょっとまとまったところにトマトのスープが入ってますよね。コンソメみたいなもんどうしても美味しいですよね。あ、コンソメよく入れるね。中華の味入れるとちょっとこってり味になっちゃってね、あんまり嬉しくなかったですけどね。トマト缶はどっちかというと赤ワイン系なんだけれども、トマトはね、鶏は白ワイン系だから、どうするかな。おっ、じゃあさ、もう一つ、玉ねぎとセロリと、ね、人参とこう、炒まっていきますね。あ、トマトの、あの、玉、あ、あの、なんだっけ、あれ入れても美味しいかもね。じゃがいもみたいなの入っても美味しいかもね。ちょっと引っかき回しながら、壁になるべく膀胱はつかないようにしてあげてる。壁についてるのって焦げちゃうからね。こう、中入れて。中面でやると、上側はこう、火入らないからね。こういうのをね、ソフリって言ってみますよね。それでこちらは、はい、沸騰しないでジクジクといってみます。ジクジクちょっとこれであの、鶏、魚をね、揚げたいんでこっちに移しちゃう。54分だね。ちょっと弱で。
まあ何でもいいんですけどね、50秒ね。はい、じゃあ弱火でずっといきましょう。だんだん音が変わってきて、もう釜焼きの中に水が余計なのがねえねっていう感じがしてきましたら、そしたら白ワインで旨味を持ち上げてあげましょう。これあの鍋底に旨味が落ちちゃうんで、これをね持ち上げる。アルコールはでもみんな引き上げてね、味を少しずつ入れて、あんまり多く入れない方がいいですね。ちょうど蒸発した水分ぐらいが入るんでしょうかね。で、はい、これはそうですね、トマト缶入ります。うまそうじゃろ。なんか青いのも入った方がいいかな。まあいいやな。で、これをちょっと水でね、こっからは味付けになるんで、もうちょっと量多くてもいいかな。まあ水は飛ばすために入れますからね。またこのぐらいに戻すまで飛ばしますからね。ここをもうちょい入れて、うん、味を見ながら、前に味が入っていきますから、なんかもうこれでいいみたいな。あ、もうこれで食いてるぐらいだよ。うまいわ。うん、ちょっとあっさりしてるからもうこれでいいような気もするんだけどね。少しだけ。こういう料理ってあの乾燥トマトみたいね、いろんなあのちょっと成熟した味を迎え入れてあげて、でソースも入れるでしょ。あ、いけない、油も温度高くしなきゃ。よいしょ。ヒラメをサッと揚げてね。あれ、ずいぶんここ、ずいぶんこれここすごいね。このハズリ道具がいいですよ。うん、魚屋さんが使うハチリ道具、あのやっつける道具ですけどね。もうちょっとしないとダメか。結構いいけど、でこれはあのヒラメを一匹焼くと焼くだけなんでね。190度にしておきましょうか。はい、じゃあ190度にしておきますね。これね、揚げるだけ。おっと、熱くなる熱くなる熱くなる、やめてやめて。じゃろうな。うん、あの味が入ってきた。うん、コクが出ます。コク出たね。バジルみたいなのも入った方が美味しいんだけどね。セロリで十分美味しいね。塩味もちょうどいいね。なんかおい、パスタ食いたくなってくんないか。勘弁してよ。これみんな食べるとお腹いっぱいになるんだけど、パスタだとこれ一さじ入れるだけでお腹いっぱいでしょ。だからパスタ食べるってのはそういう意味で
こういう生命があふれた食べ物を少しだけ食べることになるんでね、たくさん食べなくていいでしょう。コストがいいんです。コストパフォーマンスがいいんだけれども、その分身体の中に入ってくるさまざまなその代謝物っていうのは減るよね。それが僕は生活習慣病の原因だろうっていうふうに考えてるから、だからダメだよ何偉そうなこと言ってんだよってそれでこれ唐揚げする時は側線に従ってね、こう切ってあげましょう。ちょっと骨のとこまで熱が入るんで随分こう変わりますからね。ここでね、中にもちゃんと粉入るようにしてあげればいいからね。それで片栗粉だとわずかにパリッといきます。わずかな量なんでね、わずかな量でパリッといってくれるんでね。で小麦粉だとちょっとあの温度高めにした方が美味しいですよね。小麦粉にしよっか、ね、一応そんなとこでいいかね。これ小麦粉でポンといくか。もうボールとかなんか洗うの大変だからさ これで終わりまあやっぱいいんかい、いいんかい、おい、いいんかい、そんなんでいいんかい、そんなんでいいんかい。もうこれでいいやね。これをそのまま揚げちゃいますね。はい。はい、じゃあこれを揚げることにしましょう。はい、OK ですね。とにかくあの、揚げ物ってのは洗い物が多くなるからね。ボールだとかさ、バットだとかさ、そういうのものすごく多くなるから、どうやって少なくするかっていうのは一つ大事だよね。これ一個だけしか揚げないんだからさ、パフォーマンス的に非常に悪いでしょ。はい。190度になりましたから、ちょうどいいタイミングですね。はい、じゃあ行くぜ、ベイビー。水っぽい小麦粉っていうのは、天ぷらみたいに粉の膜が大きくできますからね。その分長く、はい、こちらはあと48分ですね。頑張って火止めたらラップを上にかけて冷蔵庫に入れると油がみんな取れますからね。それ油取った後でまた、それを1時間ね確認します。じゃあこれでね、すげえうまそうだね。鶏と、なんだっけ、鶏とニンニクのスープパスタになりますからね。パスタの液ペンネみたいなの入れてもうん、うまいな。ペンネあることを思い出しましたペンネぐらい茹でマレーのを食べたのです。ペンネはほら茹でておくと後でグラタンになりますからね。うん、やっぱり熱が下と上で違うから上下変えてあげるとね、いいですね。もう音が静かになったら出来上がり。出来上がり。もうちょっと静かに。音ね、難しいんだよね、確かにね。あとはこうやって持った時にカチッとした感じになるかどうかね。なかなかいい感じになってきましたね。
面白いですね。この辺の白身の厚手のところがね、また美味しいね。確かね、僕の友達で、うちの奥さんの友達がなんか、旦那さんかなんか釣り好きで、それで釣りでやってきましたね。お、あ、見てください。これじゃねえな。天然。天然あってるね。お、音が小さくなった。これね、これ。これちょっと、ちょっと天然してみましょう。10分ぐらいかな。まあよくわからん。あ、音が小さくなってきましたね。小麦粉のね、粉が中の水蒸気を受けてくれるから、ちょっとしっとり系のあるカラッとした味になりますね。うん、OK ですね。よいしょ。はい、こちらはまだ時間かかるね。沸騰してきたら10分ぐらいかかるかな。失敗だよね。ちゃんとこう覚えて考えついてる。見えないからさ、10分だった。行くぜ、ベビー。待ってた方も、うん、10分。ね、これはこんな感じでしょ。うまそうじゃろ。で、これからジュースもあるから、その間に後片付けをして出来上がったところを美味しく食べようじゃございませんか。これをね、これはこれで食うでしょ。ちょうどいいぐらいでしょ。味噌汁もちょっとあるね。じゃあお昼は何食うかなと、みんな悩んでるかもしれませんけど、こうやってまだ終わってねえよ、これからだけどな。後片付け3の下ごしらえ2のあれだろ、あと仕入れが2だろ。後片付けと調理って同じぐらいの比重かかるはずなんだよな。同じぐらいではないね。後片付けを3食分の後片付けを1回分けちゃうとね、またちょっと楽になるし、難しいとこだね。でもこれ一生続けるんだからさ、いいじゃん。少しずつ変わっていくだろうし、少しずつ勉強していくし、人生ってのはそういうもんよ。プラーメンなんかばっか食ってちゃダメだよ。ダメってことはないね。ダメじゃないんですよ。カップラーメンばっか食ってたらカップラーメンばっか食ってるような体になる。体が全部カップラーメンでいい。体がカップラーメンでできたらどうなんだろうな。食ってるものでできるからね。人間の体って運よく体質っていろんなものにこう食べたものを作り変えて自分の体の中に置くわけでしょ。栄養学の人なんでなんかなってまだよくわかんないんだけど、代謝について全く理解がしてないんだよね、栄養学者ってね。
食ったものは食ったものそのまんまずっと体の中でいるんだみたいな。タンパク質食ったらタンパク質がずっと体の中でタンパク質のまんまなんだ。だからあの糖鎖っていうすごい大事なあの糖のねブドウ糖とかあブドウとかこうくっつくんだけど、タンパク質のいろんな部分にね代謝されてあの形変わりながらブドウとくっついていくんだけど、ブドウとくっついた状態って非常に重要なんだけど、それについても諸悪の根源みたいに考えてるでしょ。だからあのハーパー生理学っていう本を、ハーパーっていう人のあの生理学の本あるんだけど、それをそれの著者の一人がその命の鎖だっけな、あ違うな、何だっけな、父さんについてねすごく面白いこと書いてるんですね。本がで、あ本日本語で出てますからね。父さんってのはすごい大事なんだよってことを言ってくれた。それで面白いんですよね。それでね、ブドウ糖がくっついたタンパク質っていうのはみんなそれ意味があるんだよっていうことを言ってるんだよね。だからあのヘモグロビン A1C とかさ、なんかあれは要するにヘモグロビンにブドウ糖がくっついてる状態のものでしょ。でそれがなんか毒みたいな言い方してるわけだよね、糖尿病 の、 あの医者は。 A1C が低くなければ死にます。みんないつか死ぬよ。A1C ってのはもう体の自然な反応なわけだから、そう考えたらさ、こんな風にしてもしょうがないわけだよね。食事に対しての体の自然な反応なんだからね。ほら、ちょっと見えております。ほやっぱちょっとこれ温度はあれかな、うん、威力ね。10分だからあと5分ですね。もう片付けは十分しました。なんであの料理の時ってさ、こうやって台所に立ってるけれども調理をしない時間ってのはすごいあるんでね、なんか煮たり焼いたりで、その時間をね、あのレシピ本だとかさ調理番組っていうのは無視するよね。そんなのないよっていう感じする。いやそれが一番大事でしょ、その時間の使い方が。そうするとあれだよね、少しだけ楽になりますよね、人生がね。人生が楽になる、人生が楽になる、やっぱそうか。でも毎日続けるためにはいろんなことが必要だからね。なんかこの間さっきまで医療についていろんなエッセイを書いてる方がいらっしゃって、ウェブでね、僕 大好きなんだけど、あんま本は出されていらっしゃらないんだけど、やっぱりその人なんかはもう素直に自分も分かんねえんだよってことを言って、それで逆に患者に教えられる、びっくりするってことを書かれてらっしゃってね、僕そういう態度大好きね、そういうのね。ああいう先生にかかりたいよね、僕もね、かかるんだったら。患者の意思っていうのはすごく重要視される方なんだけど、その人のエッセイは大好き。ウェブじゃないエッセイだけどね。それとは全く逆の人もいっぱいいるけどね、俺は権利よく知ってるぞ、みたいなさ。こういうのはもう、うんと痛い目に遭えばいいね、この野郎って思うよね。クワンバチとかさ。もうだってさ、俺の言う通りにすれば大丈夫だぞって言っててさ、でめちゃくちゃなことになったところでさ、本人の責任ないわけでしょ。ところが家族はそういうわけいかないでしょ。めちゃくちゃになっても家族は家族に生きていかなきゃいけないし、辛い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 って言ってる人と一緒に過ごさなきゃいけないでしょ。いやもう本当に僕はおふくろのことを思い出すとね、そうだよね、医者はもうただ単純に薬処方するだけだから、
もう何しろ何しろの薬を処方して、それでもう全然平気の平座、平気の平座って死ぬかな、平気の平座何ですね何ですか、マサヤさんそれっていう顔で見られたりするよね、そういうこと言うと平気の平座って何だろう、え、言葉の元は何なんだろうな、よくわからんのだし、それで今一生懸命にペンネがね、ゆだってますから、ペンネはね、ゆだち上がったところでオリーブオイルでガリックやんなくて美味しくないんで、そこをやるところまでが今日の収録ですね今日の収録、しかしね、1900回になるもんね、もう1890何回、まあそんなに料理作ってるやな、大したことないよね、昔のお母さんなんて生まれてから死ぬまで作ってたわけでしょ、それ比べればもう全然大したことないね、でもやっぱ昔のお母さんっていうのはあのもうこれでいいんだっつってさ、それ以上学んでもっと頑張ろうっていうふうにならないでしょ、だからそこはちょっとでも普通だよな、そんな学んでもうちょっと料理上手になろうとかする人ってあんまりないよね、まあいいよ、いなくてまあやっぱそれでパッと茹でて、これで炒めればいいかな、炒めるっていうかね、あのペンネとかパスタっていうのはちょっとオリーブオイルで炒めてると僕好きね、それ釜揚げでそのまんまストンってやるのが好きな人もいるしね、ちょっと長めにやってみると10分でやってみようか、これもね、ありますから、これもちょっと食べてみましょうかね、味噌汁もあるな、味噌汁はどうしようかな、小さいのもあるな、油がもういいし、ペンネ多分これで十分ですね、大きいとやっぱあんま使いたくない、もう10分ですね、はい、こちら、ちょうどいいでしょ、タイミングね、はい、やっぱまあオリーブオイルが、オリーブオイルって別に魔法の油じゃないからね、ただこうやっておくといいんだよね、何がいいんだよ、確実に何がいいんだよ、いや、なんか美味しいような気がする、なんか美味しいような気がする、いいと思ってるか、いいいい、そんなに文句あるの食うなやっぱおいしいな、人生は面白いの、はい、じゃあプロポーズしてやっていただきたいんで、このぐらいね、この一つだけでいい、で、ここに、はい、ね、はい、じゃあここにこのままね、スープ系ですね、あのね、トマトスープ系、うまそうじゃの、で、こんな感じでね、食ったらうまそうじゃろ、ペンネもちょっとさ、これちょっと置きますか、これね、加熱があんま続くと悪いけど、これ硬さはこのぐらいでね、もう固定になっちゃうんで、あ、しまった、ちょっとだけ炭水化物食べてもね、
美味しいかもしれませんね。はい、ということで皆さんも美味しいお昼ご飯食べて元気に過ごしてちょうだい。